ベラウ国立博物館のバイバイとは、パラオの伝統的建築物、アバイとも言う、釘やネジを用いない、建築物で、二等辺三角形の草ぶき屋根が特徴的である。正面の三角形の壁面には、パラオに代々伝わる物語が彫刻や絵で描かれている。このバイの彫刻技法を後世に残すべく、考案されたのが、現在パラオの民芸品として知られている。 ストーリーボードである。二種類の場合があり、集長用の場合と集会用の場合がある。集長用の場合は、女人禁制で集長クラスの身分の高い男性専用の施設である。集会用の場合では、年長者が年少者に生活の様々な知恵を授ける一種の学校のような役割を果たしていた。かつてはパラオのあらゆる集落に存在していたが、 19世紀後半より徐々に減り始め太平洋戦争の戦火で大幅に激減した。最近ではパラオ文化の再評価に伴い徐々に復興されつつある。現存する最古の梅は愛来州にある梅で1890年頃に建てられた。ベラウ国立博物館の敷地には伝統的技法を再現して建てられた観光客向けの梅が存在する。 1969年に建設されたベラウ国立博物館の場合の建設風景である。ありがとうございます。